今日は僕の積みゲーを紹介するのだ。たくさん買ってしまってるのだ。ハードオフにずっと行ってるとこうなったのだ。仕方ないのだ。では順番に紹介していくのだ。まずはプレイステーション2から行くのだ。グランツーリスモ、これはレースゲームなのだ。あんまりレースゲームをしないから110円であれば買えばいいのだ。タイガードラドラ、これは中古なのだ。多分1500円ぐらいだったはずのだ。天柱は面白いからやればいいのだ。最近友達のちいかわくんが実況してたのだ。シャイニングティアーズは面白いのだ。シャイニングティアーズ、違う、こっちだ。シャイニングフォース、戦の方なのだ。あとこの後に出てくるシャイニングフォースネオも神ゲーなのだ。ガンダム無双、ギャンが好きなのだ。パチンコ、冬のソナタ、パチンコは面白いのだ。ぜひみんなもやるのだ。スターオーシャン、これは本当に神ゲーなのだ。ズンダモンがずっと学生時代、ズンダモンがやってたのだ。エヴァンゲリオン、最近新しい新台が出たのだ。1万2000発も出たのだ。助かったのだ。ヒッパリンダは中古で買ってきたのだ。結構したのだ。ジュラシックパークのパチンコもあるのだ。ドラゴンクエストが2つもあるのだ。頭おかしいのだ。また3つなのだ。鬼武者、このスロット台はなかなかなのだ。バッサリゾーンがやれないときはイライラが積もって大パンしちゃうのだ。こっちはまたグランツーリスモなのだ。トロと休日もおすすめらしいのだ。悪大感、これは面白かったのだ。超バトル方針、方針演技2プレミアパック、これはぜひ皆さんハードオフにあれば買った方がいいのだ。超バトル方針は本当に面白いのだ。ドットハック、これはめっちゃ面白いのだ。個人的に GU は連打ゲーになってしまってそんなに面白くなかったのだ。超バトル方針、これは買えばいいのだ。出た、シャイニングフォースネオ、このゲームは本当に面白くてもう続編出ないのだ。か戦神、これは昔めちゃめちゃ安く買ってそんなに面白くなかったのだ。こっからはプレイステーション3になるのだ。心してかかれ。ブレイブルーは昔ちょっとやって面白かったのだ。エクシリア2、これは泣いちゃうのだ。めちゃめちゃ泣いたのだ。アスラズダース、これはスロット台あったのだ。懐かしいのだ。ダークソウル2が2つもある。頭おかしいのだ。ここら辺は確かゲオで買ったのだ。ゲオのシールがあるからそうなのだ。ゲオはいいぞ。たまに行けば安くゲームがあるのだ。エルシャダイだ。なんだ、面白いか。そんな装備は必要ないのだ。あとはフィアーはちょっと気になってたのだ。100円だったから買ったのだ。でも買って1回もやってないのだ。
テイルズ・オブ・ベスペリアは面白いのだ。ぜひ買ってやった方がいいのだ。東京ジャングルは発売してから気になってジャンクで110円であったから買ったのだ。なかなか難しかったのだ。龍が如くオブジエンド、懐かしいのだ。ゲーム屋さんで働いてた時にこれが発売して、確かいろんなことがあって回収されていろんなことがあったのだ。グランドセフトオート5、これは本当に面白かったのだ。皆さんもぜひこれはやった方がいいのだ。ぜひやった方がいいのだ。そしてみんな多分あんまりやってない360、個人的に PS3 より360をやってたのだ。スターオーシャン4が360でしか出なかったのから360を買ったのに、後々プレイステーション3で追加されて出たのだ。腹立つのだ。フォールアウト3は面白いのだ。ボーダーランズ2はぜひ皆さんやってほしいのだ。 FPS が嫌いなズンダモンもめちゃめちゃ楽しめたのだ。プリンスオブペルシャはスーパーファミコンでやってたのだ。難しかったのだ。マインクラフト、これはあんまり好きじゃないのだ。難しいのだ。ボーダーランズも面白いのだ。これはこれをやってからこのボーダーランズ2をやればいいと思うのだ。フェイブル、懐かしいのだ。これなんかすごい特典がついたやつ、全然売れないから自分で買って遊んでたのだ。ゲーム屋さんあるあるなのだ。天柱戦乱、面白いと思うの。ガレットビッチ、これは面白かったのだ。ガソリンスタンドが爆発するのだ。あとはアサシンクリードとかいっぱい買ってるのだ。ベヨネッタ、これも懐かしいのだ。昔スロット台があったからこれの台をよく売ってたのだ。そしてグランドセフトオート4、これもなかなか面白かったのだ。やっぱりこのメーカーのゲーム外れはないのだ。そしてブリーですね、なんだ、面白いのだ。こんな感じでたくさんゲームを買ってたら、それはそれはお金もなくなるのだ。お金がなくなったらとりあえずズンダボンの大好きなパチンコパチスロを打てばいいと思うのだ。みんなもマジハロ8を打ってお金を稼げばいいと思うのだ。じゃあ今日もズンダモンはファイヤードリフトも打ちに行きたいからホールに行くのだ。ジャンクアサリとパチンコパチスロは適度に楽しむ遊びです。のめり込みには注意しましょう。